Testo. と走ってやめますかね。100？ 違うな。311マイル以上を走ると。掘ってきたすか。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。17日じゃん。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示し、適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。なるかな。遠いな、お前。危ない危ない。いいね、これ。
動が必要です。右にレーン移動が必要です。その先、右方向出口です。右方向出口です。OK。 右にレーン移動が必要です。その先、右方向です。右方向です。直進方向です。なんだかわかんないな。
夜になっちゃったな。目的地周辺です。あれ？違ったな。じゃないのか。バックかな。バックだね。当たるな。ん？当たってる？クソが。なんだ？ダメだろ。実際の交通規制に従って走行してください。どうしようかな。いけるか。
ちょっと時間食っちゃったな。来た。なんかほっと入れたら明るくなったね。やべ。ちょっと夜っていうのはあれだけど。車の方がやっぱ運転しやすいな。直進方向です。低いなこれ。右にレーン移動が必要です。その先、右方向です。曲がんないか。右方向です。
が必要です。左にレーン移動が必要です。なんだこれ。実績出たな。左にレーン移動が必要です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 。これテキサスコンプリートしてないんだな。
動が必要です。左にレーン移動が必要です。この辺になんかあるな。右にレーン移動が必要です。その先、右方向出口です。右方向出口です。え、これか。
右にレーン移動が必要です。その先右方向です。右方向です。左にレーン移動が必要です。右にレーン移動が必要です。その先右方向出口です。右方向出口です。左にレーン移動が必要です。その先左方向です。左方向です。左にレーン移動が必要です。その先左方向です。左方向です。右にレーン移動が必要です。その先右方向です。右方向です。まもなく左方向です。左方向です。目的地周辺です。やべ忘れてた。
ダメだな、このタイヤ。おかしいな。いやー、難しい、これ。タイヤ変えよう。実際の交通規制に従って走行してください。もうちょっと小さいのないのかな。なんでカスタムできないんだ？なんか違うってこと？ないんだよな。ないね。
何マイルだっけ？311マイル。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。左方向です。直進方向です。右方向です。左方向です。目的地周辺です。いや、ちくしょう。引っ掛けてばっかりだな、今日。実際の交通規制に従って走行してください。あ、落ちた。
実際の交通規制に従って、なんかあるな。なんかあるな。もう一回マップ開いてみましょう。燃料入れたいんだよ。こんばんは。ユニティの作業しながらなのでコメントあまりできないかもです。お、こんばんは。Good evening. I'm working on Unity, so I may not be able to comment very much. あんまりコメントじゃないや、喋んないんで、あ、大丈夫そうだな。ちょっと、ASMR になっちゃうかもしれないけど。なんかマップ開くと落ちるな、ちくしょうめ。なんかズームアウトとかすると落ちるな。ディスコに貼ったアバター改変で沼ってるので。あ、沼ってんだ。I'm swamped by the avatar modification attached to the disco. かわいいよね、あれ。マップ開くと落ちる。ズームすると落ちるな。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。左方向です。まもなく右方向です。右方向です。インターンシップだ。直進方向です。なんか落ちると嫌になっちゃうんだよな。直したはずなんだけど。まもなく左方向です。左方向です。
ごめんなさい。これ、あれだな。落ちると気になってしょうがないんだよ。これだ。このナビゲーションが効けないんだな。落ちちゃうんだな。やっぱ新しいモッド入れたらテストしないといけないね。ダメだね。治った。さすがだね、俺。さすがだ。さすがだって。自分で落としといて、自分で直してるっていう。よいしょ。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。アリゾナからテキサスだから何にもないんだよな。ごめん、サスケさん。ごめん、スタンプ読まないんだよ。ごめん、今気がついたけど。なんかひょこって動いたから今打ったのかな。そう、スタンプ読まないんだよ。ごめんね。
スタンプ読むようにしたいんだけど、できないんだよな、俺なんか知らんけど。今だよ。Still。今、あ、よかったよかった。なんか動いたなと思ったんだよね、画面で。なんか動いたけどっていう。右にレーン移動が必要です。その先、右方向出口です。右方向出口です。燃料入れに。まもなく左方向です。ちょっと今週は ETC やろうかな。左方向です。ちなみに Mac のエンジン積んでます。直進方向です。適切なルートが見つかりませんので、元適切なルートが見つかりませんので、これ出口じゃん。元のルートを表示します。まあいいや、出口じゃん。出口だった。失敗したわ。あの VTC でアプリケーションこの下にさ、あの赤い帯が出てるんだけど、これを出るようにするとなんかクエストみたいなのがおられるんだよね。今週のノルマみたいなもんだよな、がちょっともらえて、でまあ今週はETS はこのノルマ、ATS はこのノルマみたいなのがあって。で、僕は今週は ATS のノルマをやろうかなと。ああ。方向です。なんかもうマップ広すぎてどこ走っていいか分かんないんだよね。なんか目的がないと走らないっていう。寝る前にこのゲームやると、ね、ちょうどいいね。眠くなってくる。左にレーン移動が必要です。その先左方向です。左方向です。
セールでゲームいろいろ買ったんだけど、やらないよね。チラシのデザインの納期なので少し走って寝ます。ああ、了解了解。Tomorrow is the delivery time of the flyer design, so I will run a little and sleep. 脳内でコンボや。また来ます。いいよ。I will come again. 脳内でコンボしてんだよね。直進方向です。人、最近さ、コンボに入るのがたるくてさ。なんかこの人走ってっからちょっと一緒に走るかみたいな。人の配信見ながら走ってんだよね。なかなかやっぱりね、自分の使いたいモッドとか自分のね走りとかあるんで合わないっていうか、まあ、俺が特別っちゃ特別なのかもしれないけど、なんかこの間すげえ飛ばすな飛ばすなとかって言われてたけど、見たらすっげえ飛ばしてるやついたし、いや違うんだよね、やっぱりね、相手によってね態度変える人いるからね、それはしょうがないんだけど、ああやっぱりそういうやつなんだと思って見たけど、言っとくけど俺見てるからね、見てるからね、そういうのは。やべ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 、見てるからね。まあそれに関してね、いちいち誰かどうのこうのとかで言わないんだけど、あ、だからそういう人にはね、ついなんかなんだろう、あんまり近づかないようにするとか、そういうことしとかないとね、ちょっとめんどくさいんで。あ、でもまあ一人で走ってるといろんなもっと自由にいられる、入れられるんで、一人で走ってるメリットっていうのもあるよね。赤だ。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。中にはね、マルチやんないと走りしないっていう人もいっぱいいるけど、それはそれでね、マルチ楽しんでもらって、コンボイとかね、昨日まで ETS 走ってたけど、いやーメトラ楽だな。ほんと楽だよね、この景色もいいし、ほぼ道路まっすぐだし、あ、 AI はどっこいどっこいなんだよな、なんか突然突っ込んできたりするし、
まあ見たらわかるけどね、このモッド一緒に入れてコンボしようっていう人あんまり見つけるの難しいよね、多分ね。やっぱモッド、人のモッド入れたくないっていう人もいるもんね。バニラがいいとかさ。モッド苦手な人もいるもんね。ダメなんだよね。バニラでもいいんだけど、こういうの見ちゃうと、まあ、人の配信とか見ちゃうと、やっぱね、かっこいい車で走ってる人いっぱいいるんで、俺もかっこいい車で走りたいなっていうのがあるよね。荷台がでかくてバックしにくいんだよな。ちっちゃいのにしようかな。悩んでるんだけど、ちっちゃいのかな。ものすごいちっちゃいのか、ものすごい大きいのしかないんだよな、アメトラ。モッドで入れるればあるのかな。普段ね、トレーラー買わないんで、今日ジョブがなんか出にくくて、トレーラー買ったらいっぱい出るんで、ああ、これ買って、カーゴマーケットやった方が仕事やりやすいんだと思ってやってるんだけど。あのバックミラーに映ってるこのマフラーがたまんねえな。これまあバックミラーに映ってるマフラーがたまんないのよね。もうやべやべ。アメトラっていう感じの。
風景あんまり変わんないね。やっとなんかこう高速の横に防音の壁が出てきたぐらいで、街中入ってきたかな。左にレーン移動が必要です。この立体の高速道路とかってアメリカも結構あるけど、今度北海道でも立体にしたいって言ってるんだけど、いや、いらないってマジで。あの立体のさ高速道路にしたら、右にレーン移動が必要です。雪降って風吹いて道路凍結しやすくなるんだからやめた方が、出口です。俺はいいと思うんだけどな。左にレーン移動が必要です。その先左方向です。左方向です。また北海道じゃペイできないって。絶対かどうかわからんけど、ものすごい交通量が増えてどうしようもないっていうなら話は別だけど、渋滞解消したいとかって言ってるんだよな。その先右方向です。まもなく左方向です。これは？ごめんなさい。目的地周辺です。ここか。されたって自分で騙したらダメだ。よいしょ、入って入って、戻って戻って、
斜めにすると荷下ろししやすいんだろうけど、荷物が崩れたりして怖いんだよな。右上に VTC ハブが送信されましたとかっていうのは、これがそうなんだけど、クエストのクエストって言っていいかどうかわかんないけど、俺はクエストって言ってるんだけど、建設住宅って、カーゴマーケットで行けるのかな？やっぱりないんだよな。え、何マイルだっけ？311マイル。1マイル足んない。これ、1マイル適当に走るとクリアになるんだろうけど、まあいいや。エイポ、え、テキサス？実際の交通規制に従って走行してください。どっちだこれ。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。まもなく左方向です。左方向です。
喋ってるとしんどいな。その先、左方向です。左方向です。あ、これだ。その先、右方向です。右方向です。やべ、あぶねえ。やべ。直進方向です。その先、右にレーン移動が必要です。右にレーン移動が必要です。その先、右方向です。右方向です。直進方向です。直進方向です。直進方向です。左
りにレーン移動が必要です。その先、左方向です。左方向です。左にレーン移動が必要です。その先、左方向です。左方向です。右にレーン移動が必要です。その先、右方向です。右方向です。いやー、これ狭いな。やべ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 、近いかな。実際の交通規制に従って走行してください。まもなく左方向です。左方向です。右にレーン移動が必要です。その先、右方向です。右方向です。右にレーン移動が必要です。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。待てんの
左にレーン移動が必要です。その先左方向、ここから入れるんだ。直進方向です。直進方向です。新方向です。あ、あれ、ちょっとディスコードどうなってんだろう。7位か。左にレーン移動が必要です。その先左方向です。ああ、なんかやっと夜になってきて涼しくなってきたな。左方向です。直進方向です。38度くらい行ったもんね。辛かった、マジで。布団から出れなかったね。
メール来てる。たまに文字化けのメール来るんだよな。文字化けのメール困るんだよな。文字化けのメール来ても読めないもんな。読めないもんな。これ、ウイルスバスターから、なんか広告が急に出るんだよな、靴とか。右にレーン移動が必要です。その先、右方向です。右方向です。左にレーン移動が必要です。その先、左方向、出口です。左方向、出口です。
要です。右に全移動が必要です。その先、右方向です。右方向です。
やばい、眠くなってきちゃう。これで終わりにするか。
やべ、フラフラし始めた。やばいやばいやばい。写真撮れるかな。ビッグ、え、こっち、
工事かな、どっかで工事やってる。左か。右にレーン移動が必要です。その先、右方向出口です。右方向出口です。左にレーン移動が必要です。その先、左方向です。左方向です。その先、左方向です。左方向です。右方向です。その先、右方向です。ん？右方向です。あ、これか。目的地周辺です。うまく入らんな、今日は。まあいいや。よし、じゃあ今日は寝ますよ。寝ますよ。とかないよね、別に。ないね。
じゃあ、おやすみなさい。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。待ってます。Thank you for your hard work. I'm swamped.待ってます？え？待ってますか？了解。お疲れ様。